岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは岩手発元気な牛飼い女子。岩手の畜産は生産者の高齢化や担い手不足と言われていますが、その中で肉用牛と酪農に携わる女性が今とても元気です。6月18日北上市の県農業研究センターで岩手発元気な牛飼い女子応援事業第1回牛飼い女子交流会が開催され、女性の視点を生かし岩手の畜産農業を支えていこうという取り組みのスタートが切られました。いろいろな方々と交流をして見識を広め、経営の将来像を描けるようになりたい。今回の交流会ではこうした女性グループを対象にした公募事業に採択された皆さんの活動の発表も行われました。今年度は確定について研修を行い、技術を磨いていきたいと考えております。身近な消費者の方にもっと飲んで食べてもらいたいという消費拡大推進です。皆さんの活動もちょっと聞いてて、あ、なんかこれもやってみたいな、あれもやってみたいなっていうのが出てきたので、皆さんから情報をいただいて、でそれでまず畜産の方に生かしていけたらなと思っています。今消費者交流がないから、それをやっていきたいというのが一番で、うちは本当に新規なもんでいろいろ教えてもらって勉強しながら行きたいと思います。今後牛飼い女子は交流を重ねながらネットワークを構築し、県内外へ情報の発信を行っていきます。県では元気な牛飼い女子を応援しています。公募により決定しました女子グループ活動についても今後県内外へ情報発信いたしますので、ぜひご期待ください。牛飼い女子ネットワーク会員についても募集しています。興味がある方はこちらまでお待ちしています。畜産農業を支え盛り上げる牛飼い女子、これからの活躍が楽しみですね。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。